マイケル・シェンカーグループは、HR、HM バンド、通称、MSG。ドイツ出身のギタリスト、マイケル・シェンカーが率いることで知られる。マイケル・シェンカー1983年、マイケル・シェンカー2015年、ブギー・ホワイト2015年、ウェイ,イン・フィンドレイ2015年、フランシス・ブッフ・ホルツ2015年、ハーマン・ラ・レベル1970年代末から、今日に至るまで、 断続的に活動を続けるが、幾多のメンバーチェンジを繰り返し現在に至る。1987年からしばらくは、ロビン・マッコーリーをボーカリストに有し、マッコーリー・シェンカーグループ名義での活動も行った。マイケル・シェンカーのドイツ語読みは、ミハイル・シェンカーだが、マイケル・シェンカーグループはドイツ語でも、英語的に、マイケル・シェンカーグループと読まれる。ドイツにおいて、 本人はマイケル・シェンカーグループのミハイル・シェンカーを自称している。キャッチーなメロディとマイケル・シェンカーのテクニカルで華麗なギタープレイがセールスポイント。それまでのハードロックの流れをうまく受け継ぎ、わかりやすい曲調とシンプルなビート、そして時に織り込まれるメローなメロディを特徴とした。時期的にノイスブームのブームにも乗り、グラハム・ボネットやコージー・パウエル在籍時が 人気の絶頂であったが、アメリカ市場では大きな成功には至らなかった。また当グループはあくまでシェンカーのソロプロジェクトであり、アルバムやライブごとでメンバーは流動的である。デビュー以来日本では根強い人気があり、ライブツアーは活況を呈している。また2008年には王子のメンバーを集めて録音された新婦インザミドストオブビューティーが発表された。 マッコーリーシェンカーグループ名義のライブ中央がロビン・マッコーリー。ありがとうございます。